ちは、こんにちは、こんにちは、初見です。今日見に来た、ありがとうございます。こんにちは。ちょっと飲み物を買ってきたので、ちょっと飲み物を飲みながらします。ありがとうございます。やっほー皆さん、なかさん、こんにちは。定型文作りました。星じゃなくて星、月じゃないんだって。ん？どういうこと？星じゃなくて月じゃないんだ。あ、違いますね。やばい、なんか日本語難しい。あー、かけちゃんさん、かけちゃん受験です、ありがとうございます。なんか今日毛量多く見える、気のせいかな。あーとしさん、こんにちは。日高浩二さん、ありがとうございます。だるま、ありがとうございます。やばい、鼻水出る、やばいやばいやばい。お昼配信、今日見に来た。月月ではないのです。さあ、自分のさ、ファンネームもスターズっていうさ、あれだからね、もうなんか月に今更ちょっと帰れないんだよね。すごく帰れないから。ふえたろうさんもありがとう。ふえたろうさん言ったっけ、ごめんね、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは、ゆってぃさん。そう、グリーンティーさん、こんにちは、ありがとうございます。昨日に引き続き、今日もありがとうございます。じゃん、買ってきたよ、やっと買ってきたんですよ。ニギーさん、ニギーさん、はじめまして。今日見に来たっていうのをやってくれてますけど、はじめまして。スターズってバイオハザードみたいですね。何バイオハザードって、見たことない。ちゃんと、マジでちゃんと買ってきました。そう、自分ね、iPhone15 だから、 iPhone15 だから、あのタイプ C で普通のやつが使えなくなっちゃったので、 iPhone じゃない、イヤホンだから、ん、安倍お星ちゃん。ゆうさん、ハートありがとうございます。あら、仕事も取ります、頑張ってね、ありがとうございます。ありがとうございました、ゆうさん、ハートありがとう。このオーディションはランキングで決まるの？そうそうそう、そうなの。ゾンビが出てくるゲーム、ゾンビが出てくるゲーム。やーやーさん、かわいいかわいい、ありがとう。ありがとう。あら、今9位ということで、はい、頑張ります。ノムさん、こんにちは、こんにちは。ちょ待って、説明書。まあまあ普通に一緒だよね、多分これ、普通のやつと、わかんないけど。
例えば何位までなら合格、6位までが合格です。今自分は9位なので、あと3つ3位アップしなきゃいけないので頑張ります。イヤホン買ったんねって、また夜投げに来るわ、ありがとう。夜も配信します。8時半か9時ぐらいに多分配信すると思います。ありがとうございます。ちょっと待ってね。ちょっといろ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 ちゃんと買ったんです。ちゃんと買いました。皆さん大変お待たせいたしました。ずっと言われてたので、ずっと言われてたっていうか、もう買ってたんですけど、ちょこちょこ買ってたんですけど、ちゃんとしたのを買ってなかったから、音がすごく悪くて、でやっと多分ちゃんとしたのを買いました。ちゃんこれはマジでちゃんとしたのを買いました。ちゃんとちゃんとした会社やっぱりなんか取れないんだけどちゃんとした会社のところのやつを買ったので大丈夫じゃないかなと思いますちょっと待って、取れへん取れんのやけど、あー取れた。まだまた使い直ちだったりして、もうそれに関してはもうこれが悪いよね多分。マジで今回普通にちゃんとしたの買ったけんね。ちゃんと安いのとか買ってないから大丈夫だと思います。やっぱなんか鼻水出るんやけど、あーやばい。どうしよう、ほんで使えなかったらいくら投資した、いくら、でも本当に普通のイヤホンぐらい。花粉症です。花粉症なんですよ。最近治ってたんですけど、今年なぜか花粉症が復活しました。ちゃんとしたのを買いましたよ。ソライさん、おお、今日も見に来たって来てる。ソライさん昨日来てくれてたかな。ちゃんとしたのを買いました。3000円より上か下か、でも3000円ぐらいかも。お、絶対いけるよこれ絶対いけると思いたいこれで無理だったら、多分もうどこのやつでも正直無理だよ。普通にちゃんとしたの買ったからね。アップルより高いじゃんって。アップルより高い。アップルがなかったんだよね。僕も絶賛花粉症でティッシュ箱すぐなくなる。なんかさ、花粉症だったらここ赤くなっちゃうよね。めっちゃ痛いよねあれ。タイムファイヤーさん、昨日からありがとうございます。だるまありがとう。ちょっとやってみてもいいですか。ちょっとやってみよう。なんかリクエストの曲とかありますか。ごめんなさい、皆さん全然わかんないと思うんですけど、NMB さんとか、STU さんちょっと曲が限られるんですけど、AKB さんとか歌えます歌えます。そう、カピカピになるよね。わかるよ。自分ね、そこまで今はひどくないけど、なんか一時期本当に学生の時とか花粉症ひどい時ありました。ナムさんありがとうございます。だるま、何がいいかな。皆さん好きなアイドルさんとか何ですか。好きなアイドルグループさんとかあったらちょっと教えてください。そのグループの曲歌います。歌えそうなやつあったらそのグループさんの曲歌います。キヨ兄さんありがとうございます。
皆さんは何のアイドルグループが好きでしょうか。やみつきって知ってる？やみつき？やみつき？何やみつきって。君の生希望歌えるかな。右がこっちで左がこっち。え、ほんでめっちゃ音悪かったらマジでごめんなさい。多分ここで言うんだよね。こうだ。スーくんさんこれ好きだよね。ジュノンからのアイドルグループ。あ、なんかね、わかんない。あ、男の人か。男の人は全然知らない。申し訳ございません。あ、聞こえる？どう、聞こえますか？どんな時も君がいること。
すごい、ひよみんさんありがとうございます。そうリバーブごめんなさい、全然途中で直しました、気づかなくて。ひよみんさんありがとう、音符。タイムファイヤーさんもありがとうございます。ついに、ついにです。キラキラキラありがとうございますありがとうございます。なんかさ、そのさ、皆さんプロフィール欄っていうかコメント欄、なんか自己紹介欄みたいなやつ更新したので見てください。推薦コメント書いてくださった方、名前書いてあります。皆さんありがとうございます。なんかさ、そのコメント欄っていうかタイム欄、タイムなんかコメント、なんかプロフィール欄みたいなところに、なんかこう歌える曲みたいなかけたらいいんですけど、自分なんか何が歌えるのか分かんなくて、なんか行き当たりばったりというか、なんかこう何が歌えるか分かんないから、適当に何か言ってくれされば本当に適当に歌うので、もしかしたら一番しか歌えないやつもあるかもしれないし、あれなんですけど、はい、ありがとうございます。どう、いけるくないっていうかさ、なんていうの、今までの使ってきた iPhone の中でなんか一番聞こえるんだけど、ちゃんといけてましたか青春のラップタイム、音いけてました、めっちゃ止まる。これがそれはね、多分もう電波的な問題だね、多分。いい感じよ、よかったですあ、音でかくないですか、音でかかったら言ってください。あその約束を忘れたわけじゃなく、バスケの練習で遅れてしまったんだ。彼女を待たせてるからな。
とうございます。ありがとう。ふゆたろさんもありがとうございます。音符よし、めっちゃいい感じじゃない？いい感じにすごく聞こえる。どうでしょう。よし、次、次の曲、次は何がいいかな。いずちさんこんにちは。ひげまじんさん、ひげまじんさんこんにちは。初めてじゃないけど初めて多分コメントしてくれてる。うん、いいよ。いいの？よかったです。よかったよかったです。次、なんか何でも大丈夫です。アーティストさんの曲とかでも大丈夫ですし、はい、何でも。アーティストさんの曲はちょっとあんまり歌えないかもしれない。歌いやすい、歌いやすい、すごい歌いやすいですね。歌いやすそう。あ、じゃあ何がいいかな。ちょっとね、昨日も歌ったんだけど、昨日も歌ったんだけど、もう一回。浩平さん初見ですって、ありがとうございます。来てくださって、今カラオケをしております知ってると思いますが、10期は受けんかったのねって。10期受けました受けましたよ。受けて、はい、ダメでした。それではこちらの曲どうぞ。昨日も歌ったんですが、すごいこの曲人気。君は知ってるか、渋谷川って名前を聞いてもピンとこないだろう。忘れられたように都会の隅で、それでも確かに失せない続ける。まるで僕の君への想い。ごめんって言ってる。全然大丈夫ですすいません。たわいない話をして、バス通りを歩きながら、淀川橋その近くで、僕はなぜだか切なくなるよ。愛しさ胸にしまい込んで、少しだけ君と距離を置いた。ひっそり流れる目立たない日々、誰も気づいてない、この渋谷川、枯れることもなくずっと変わらんまま。人の暮らしの中で汚れた水も溢れた
涙を海へと運ぶよ。恋のかけらどこへと向かう。なんかね、大好きこの歌。恵比寿橋まで笑いながら、あっという間に着いてしまった。友達も二人でいた方が長続きできるならそれでいい。いいように願うよ。そう、永遠の恋、君は知ってるかい。渋谷川って名前を聞いてもピンとこないだろう。忘れられたように都会の隅で、それでも確かにせせらぎ続ける。まるで僕の君への想い、いつまでもいつまでも時が過ぎて景色が消えても、原型は途絶えることなく、誰も気づいてない渋谷川って枯れることもなくずっと変わらんまま、人の暮らしの中で汚れた水も溢れた涙も、ああああ君は知ってるかい。あの渋谷が少しでいいから思い出してほしい。いつも君と僕が歩いた道の近くを流れる川があるように、ずっと僕は愛し続ける。ありがとうございます。ランクアップランクアップ、ありがとうございます。8100投げときました。頑張れ。ありがとうございます。ありがとう。グリーンティーさんも音符ありがとうございます。静雄さんありがとう。パチパチパチとありがとうございますありがとうございます。すごい初見の方がいっぱい、ありがとうございます。皆さんはじめましてアベルナです。エントリーナンバー139番 TIF のオーディションに参加させていただいております。よろしくお願いします。福島県出身、徳島生まれ徳島育ちですなんと誕生日5月の15日、おめでとうで誕生日です。あと1週間が誕生日です。皆さんみんなにお知らせ。SKE の15歳の子が卒業するねって。そうなの？でも なんか誰か卒業するよね。 SKE さん昨日見た。 SKE さんね、 SKE さんね、唯一あんまり分かんないんですよね、グループ。天使の微笑み歌声ピース、ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。8位嬉しいそういうことだよ。テテテンテンテテン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 、ランキング入ってた。これセンターの林美玲ちゃん、え、センターなの？そうなの？顔見えないよねごめんなさい。いつもの教室に親と教師と私、思
も苦しい進路相談のその時間、大学へ行くか、やりたいことはあるか、今ここで決めなきゃいけないのかな、窓の外を鳥が横切ってく、迷うことなくどこを目指してるんだろう、希望指導されなくなって運命が選び始める、心の光感じるまま自分で決める、 oh, oh, oh. Let's get started, Let's get started, Let's get started、 就職をするか何もしない、リモースさんフォローしました、ありがとうございます、ありがとうございます、皆さんおっぱありがとう、かわいい、制服は太陽の匂いがする、スカートは風に広がる、何十回何百回校庭を走り回り自由な日々過ごしてきた、これから先の夢はいつの日にか分かってくる、生き方なんて誰からも指導されたくたって、運命が選び始める、話の途中席を立って教室で呼ぼう、 oh, oh, oh. Let's get started, Let's get started, Let's get started, Let's get started. ありがとうございます、ありがとうございます、制服と太陽、鼻水、ありがとうございますおー、みんな多分さあ、ーどうしよう、あ、ちょ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 、わー、いずちゃさんだるまありがとうございますありがとう、何時まで配信する、うん、あと1時間ぐらいかな、3時半ぐらいまで配信しようかなって思ってますで夜も1時間半しようかな多分、
3時間しかね配信できないので、1時間半1時間半ぐらいで配信しようかなと思っております。なんか夜多分さ、平日の昼だからみんなあまり多分来れないから、夜も配信しようかなと思ってます。夜もなのでカラオケします。夜もカラオケしますよ、ちゃんと。すごいね、いっぱいね、本当にすごいね、ずっとカラオケしてほしいってすごい言ってくださってて、僕夜は9時に寝てるから来れないって。早っ、めっちゃ早いやん。多分ね、夜はね8時半か9時ぐらいから始めるからね、ギリ寝てるか寝てないからね、めちゃめちゃ早いね。9時に寝るの、前髪長い、早いね、めっちゃ健康的なんやけど。早すぎ。やばい。でもなんか久しぶりにショールームでカラオケした。早寝早起き、もう年やから。何歳なんですか。レオさんこんにちは。こんにちは、お久しぶりですね。リゾーさんかわいい、ありがとうございます。リフトありがとう。9時に晩飯です。サポリ終了。あーバイバイはるちゃん。9時に晩飯、でもまあ、でもまあ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 、わかりますよ、自分もそれぐらい。頑張れや、頑張ります。40代、いや全然年じゃないよ。だって自分お母さんとかも、お母さんとかも、お母さん何歳。お母さんとかもだって40代とかなので、お母さんと一緒ぐらい。お母さんと一緒ぐらい、パパママと一緒ぐらい。あら、なんか久しぶりのお名前見えた。久しぶりのお名前が見えた。あーこんにちは、豊中のひろさん、お久しぶりです。お久しぶりです。覚えてるぞ、覚えてるぞ。久しぶりです、お久しぶりな気がします、多分。ありがとうございます。すごいすごいすごい。なんかリクエストあったら何でも送ってください、曲。ありがとう、覚えてくれてて。いや全然全然。こちらこそ本当に来てくださってありがとうございます。やっぱりね、こうコメントしてくれてる人とか、すごい応援してくれてる人とかはね、結構めちゃめちゃね、覚えるんですよね。結構覚えてますよ、自分。うん。結構覚えてます。なんかこう、結構覚えてますね。コメントしてなくても覚えてる人とかもいるし、なんかこの人毎回見るなって人とかもね、結構覚えてたりします。可愛くてごめんは、星ちゃん恥ずかしい。え、可愛くてごめんは。歌えないかも。シンプルに声が低いから歌えないかも。ごめん、ごめんなさい。ってやつだよね。TikTok であげようか。X にあげましょうか。歌えないけど、なんかちょっと
なるほど、通りで見たことある子やと思った。 なるほど見たことありますか見たことある子や、ね、すごい本当にチャミさん、そうですね、はい、オーディション多分参加させて、結構いろんなオーディションのショールーム審査参加させていただいてるので、そこで多分お会いした方が、お会いしたことある方がちょこちょこいらっしゃるんじゃないのかなと思うんですけど覚えてますか？え、すごい、なんか本当にもうさ、なんかみんな覚えててくれて本当に嬉しい普通に嬉しい。歌の縛りはないんだよね。縛りないですよ、何でもいいですよ皆さん。ずっとイヤホンつけてるからね、まだこれ歌う準備は万端だから、みんなさ、いつでも何でもリクエストしてくださいてか前髪長いんだけど、前髪長すぎん？センター分けにしようかな、こうやって。センター分けはちょっとちゃうな、なんか今調子がいい時だけ。なんでもいいですよ、NAB さんとか AKB さんとか STU さんとか、まあ、HKT さんも歌えるやつはありますし、MAX 時315号とか NGT さんはそれだけあとは何が、何だろう、あいみょん、あ、歌えるかなえ、多分ね歌えないところあるんですけど、それでもよければそれでもいいですか、歌えないところあります、ごめんなさい。あと1番しか歌えないです。すごい懐かしい。友達があいみょん大好きなんですよ。友達音楽してるんですけど、路上ライブとかめっちゃ頑張ってるので聞いてください。なんか、はい。風の強さがちょっと心を揺さぶりすぎて、真面目に見つめた君が恋しい、でんぐり返しの日々、かわいそうなふりをしてだらけてみたけど、希望の はい、ありがとうございます。1番しか歌えないんですけど、ごめんなさい。僕もあいみょん好き、同じ兵庫県だし。そっか、あいみょん兵庫県だよね、兵庫県なんか。みるさんこんにちは、ひぞうさんおっぱありがとう、ありがとう、全然あいみょんさんパチパチパチありがとうございます。すごい、めっちゃ歌いやすいんやけど、やばい、めっちゃ歌いやすい、なんかいい感じ、いい感じの音程でめっちゃ歌いやすい。ちょっと一箇所ちょっと分かんないところあったんだけど、ひぞうさんありがとうございます。おふし、あいみょんさんね、あいみょんさんプレイリストに1曲だけ入ってる、何やったっけ、1曲、いや2曲入ってるか、2曲ぐらい入ってるんだけど、
何やったっけな、ハート、ハートとかだったっけな、ハートと何やったっけな、何やったっけ、何やったっけなあと一つ入ってるんだよね。ニルさんありがとうございます、ハート。遠い道の先であなたのことを見つめ合える、リドド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 ラリラドドラドラララ。おいしさんの声に合ってるよ、本当すごいね、歌いやすいです。わあ、ニリュウさんありがとう、推しもハートもニリュウさんありがとう。何やったっけな、何入れてたっけ、忘れちゃったんですけど何入れたっけ、あれ歌おう、あれ一番だけど、一番しか歌えないんだけど、一番しか歌えないけど、え、あれ何やったっけ、あれ何やったっけな、あれ、あれ何やったっけ、あれ何やったっけ、何やったっけ。エスティは何が歌える、エスティさんは花は誰のものと暗闇と瀬戸内の声も歌えます多分、あと僕らの春夏秋冬と何やったっけな、エスティさん何があったっけ聞こえちまった聞こえ、絶対驚いたよね、ごめんなさい。笑顔のチャンスは、あー笑顔のチャンス歌えない、ごめんなさい。何やったっけな、あれも歌える、息をする心も歌えるし、思い出せる声をしよう、思い出してよかった、あ、思い出せる声をしよう、どっちだったっけ、どっちか歌えるで、風を待つも多分歌える、あとはあれ、独り言で語るくらいならとか、あ、ペダルと車輪だけとめちゃも歌います、ウェブアナ夢は覚めることがないも歌います、あとはちょこちょこ歌える、僕はこの海を眺めてるは歌えたっけわかんないわかんないけど、ちょっと待って、息をする心、あ、ちょっと待ってね、 OK、 ちょっと待って、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 ここか息をする心、息をする心、多分歌えると思う分かんないけど、2番歌えないかもしれない、もしかしたら。真夜中は僕だけの時間だ、もう誰も眠ってしまうがいい、本当の自分でいられて息ができる、太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる、肩の力が抜けた僕。
星空をずっと眺めてると、そう眠るタイミングを失う、目を閉じるのがもったいなくて息ができない。きっと世の中にはたくさんの夢、僕は息をしよう、明日になればもう一度生まれ変われる、目の前の自分のことなんてもう忘れてしまって、あ、わかんないかも仕方変えよう、わかんないかもしれない、君に教えられた新しい世界よ、思っていたよりも人生は楽しい、君に気づかされた孤独ではないこと、そう僕が勝手に背中向けてただけ、好きだごめんなさい、あー、ありがとう、りんりゅうさんありがとうございます、しそうさんもありがとうございます。生きることは呼吸すること、急がないでゆっくりでいい、他の人と比べないで吸って吐いて自分のペースで、誰か死なぬ間に微笑む、思い浮かべるたび幸せな気持ちに、君と巡り合って僕は楽になった、普通に息を吸って普通に吐いて、肩の力が抜けた、僕は僕のままで変わらなくていいんだ、好きだ好きだ、声に出してみる、君が君が好きだごめんなさい、しずおさんありがとうございます、全然歌えなかったごめんなさい、しずおさんありがとう、いっぱいありがとうございます、タイムファイヤーさんもありがとう、ありがとうございます、パチパチパチ、ありがとう、ヤッホーみんなヤッホーみんなごめんね、ごめんごめん、めっちゃごめん、てかこっちがさ歌いたかったやつない、ないんやけど、あれ何やったっけ、ないや君が好きだでコール、俺もって言うんだよ、そうなの、そうなんだ、ゲスティユーさん、初めて知った初めて知りました、そうなんだ、あなたの匂いや仕草や全てをおかしいでしょ、そう言って笑ってよ、あなたがあなた別れてるる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 てかあれ何やったっけ、マジあれ何やったっけ、歌詞出てこん、歌詞じゃない、タイトル出てこん、あれプラネタリウムじゃなかったっけ、
ないんだか、ないんだかとか言ってないのか。え、おっと、これ歌おうか。これ歌っていいの？これ歌っていいのっていいよね普通に。なんでこれだけダメなのって感じだよね。これがちょっと歌いたい一番だけ。でもみんな世代だと思うんだよね、知らんけど。歌いてなかっただけ。ありがとうございます。何やったっけ、もうありがとうございます。ひずおさんありがとう、本当に本譜もいっぱいありがとうございます。多分みんな世代だよねこれ、この曲みんな世代だよね多分。知らんかないけど。ちゃんか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 ちゃん。パチパチパチ、めっちゃよかった、よかったよかったよかった。すごいよかったって言ってもらえてよかった。よかったです、大好き、これ歌いやすいし。え、あいみょんさん歌いやすかったな。あいみょんさんどうかな、歌えないかもしれないけど。歌えないかもしれないけど。夏の花はひまわりだけじゃない。うわー高いんだよね、これがまた高いんだよね。高いんだよ、夏の花はひまわりだけじゃない、夏の花高いのよこれ。Yeah.
片隅の痛み消えることない。人は人を愛し合い別れて何回後悔するのでしょう。気づかずに涙するほど綺麗なのは祈りだけじゃない。他にも目立たないまだ目覚めてたのに、あなたじゃなきゃダメだと思うと愛しい。ありがとうございます。青子ひろくさん、こんにちは。グリーンティーさん、ありがとう。ひしぞうさんもありがとうございます。グリーンティーさん、ひしぞうさん、ありがとうございます。今更言っても知り方ないけど、やっぱり STU 来てほしかったなって。ありがとうございます。そんなこと言っていただけて本当に嬉しいです。パチパチパチ、ありがとうございます。ありがとうございます。あー、これ本当に体力を使う、この曲。この曲体力を使う。好きなんですけどね。この曲自体は。でもね、自分歌えないんだよ、高すぎて。なんかちょっともうちょっと低めの曲。低めの曲待ってます。低めの曲ないかな。なんかね、バラード系の曲がね、やっぱり個人的にはすごく歌いやすくはあるんだけど、みんなアイドルが好きだからアイドルの曲がいいよね。まあ、アイドルの曲も全然高いの考えちゃう。やめてよ、低いのにしてよ、低いのに。低いのにしてよ。なかった。夏の花はひまわりだけじゃない。これはね、アカペラで歌った方がいいね。アカペラで歌った方がいいね、これは。他にも目立たない花も咲いてたのに。昭和の曲、昭和の曲ね、知らないかも。何の曲、一応言ってみて。いや、昭和の曲は分かんないな。何、 UFO みたいな。パパーケバ邪魔をしないで、パパーケバ私たちこれからいいところ。
全然知らない、ごめん昭和の曲は分かんないかもなんだろうね、なんでも中森明菜とか、あー絶対知らない中森明菜さんね、人は知ってるんだけど何の曲を歌ってる人とかは全然分かんない。全然わかんない、何歌ってる人だろう、何歌ってる人。中森明菜さんは知ってるんだけど何を歌ってる人かわかんないんだよ。もうでもあと30分もないよ、夜もするんだけど夜もするんだけどあと30分もない。ジェネレーションギャップだな。ジェネレーションギャップなのかなまあでもね、それはね、昭和に生まれてないからね、もうまず昭和に生まれてないからね。だって昭和に生まれたら、昭和には生まれてないよね。昭和に生まれたらだって何歳の人だろう。30何歳だよね。39とかだよね、多分もう昭和の人って。昭和で一番新しく生まれた人でも昭和で一番新しく生まれた人明日はきっといい日になる、いい日になる、いい日になるでしょうごめん単語が見えたから。おばちゃんのご両親は昭和でしょう。昭和ですね、昭和です。40代です。お母さんもお父さんも40代だよ。お母さんはね、お母さんとかはね、あの安室奈美恵さんとかが好きだったよ。でも安室奈美恵さんってめっちゃ平成だよね多分。知らないけど安室奈美恵さんとかが好きだ。Dear Daddy、 この世界で光を輝かせて、 Daddy 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 Daddy、 とかが好きだったな。何歌おうかな何がいいかな、何がいいですか。あいみょん調べようと、さっき歌いやすくすぎて「とりあえずかバラの花に願い込めてさ」多分ね、ハートだったっけ、何だったっけな自分、え何入れてたんだったっけ、分かんないや。春の日歌える、歌えない春の日全然分かんない、どういう歌だろう。J-POP をあんまり聞かないっていうね、自分がまさかの。でもさ、みんなさ、友達とかカラオケ行ったりするときでもみんなね、あいみょんさん歌うんだったらマリーゴールドだもんね。あとは、なんだ、うん、マリーゴールドだもんね裸の心とか、たんかな。でも自分多分ハート入れてた気がする。本当にカラオケ行ったら何、カラオケ行ったら何歌いようんだろう。
本当にアイドルの曲を歌うか、エメさん、エメさんの曲歌ったりとかしてますエメさんの曲歌ったりしてるかも。あとは何だろう、分かんないけど、何の曲歌ってんだろう自分普通に何の曲歌ってるんやろ。何だろうな、何歌えんだろう、分かんないけど、何かリクエストありますか。曲なんか好きなグループ言ってくれるだけでも全然いいですよ。そのグループの曲歌うのでそれが好きなアーティストさんとかでもいいですよ。じっと見つめて、あと15分ぐらいで終わります。ラスト2曲ぐらい、ありがとうございます。バリに